アンナバはアルジェリア北東部に位置するチュニジアとの国境付近の町である。348,554人の人口を有しており、アルジェ、オラン、コンスタンティーヌに次ぐアルジェリア4番目の都市である、アンナバ県の県都である、別名ボーヌ、アナバと呼ばれることも多い。アンナバには戦死時代から人類が生息しており、3万年前と、 いう早い時期の道具仕様の痕跡が見られている。アンナバは、およそ紀元前12世紀頃に、フェニキア人によって作られたとされる。当時のアンナバは、ヒッポレギウスと呼ばれていた。まだ生まれて間もないキリスト教の信仰者が多く、アウグスティヌスは396年から死去する430年までここの死去だった。ヒッポレギウスは、非常に栄えるようになり、 重要な防衛機構として機能していた。430年になると、バンダル人によって包囲され、ガイセリックの指揮の下ヒッポレニウスは占領され、ここを431年から439年の間、バンダル王国の首都に定めた。534年になると、バンダル王国は滅亡し、再びローマ帝国の下に置かれた。698年に入ると、 サラセン人が支配するようになった。サラセン人は町を再建し、ここを現在の地名のアンラバと名を改めた。フランスは1832年にこの町を支配し、ボーヌと名を改めた。ありがとうございます。